ということで朝になりました。今ね、6時56分ということで7時からですね朝食いただけます。で、7時から10時だったかな、はい、あのマリオットボンボの、ね、プラチナステータスの方は1階のロビーの奥にあるね、レストランでいただくことができます。ということで今ね6時56分ということでもうそろそろね始まりますんでそろそろ行きたいと思います。で今日のところはですね私 PCR 検査ね帰国用の受けに行かなきゃいけないのとまたですね今回今日の夕方から一泊する客室はジュニアスイートでねあの客室を移動しなきゃいけないんでパッキングしなきゃいけないんですよね。で PCR 検査待ってパッキング待ってっていう風になりますんでちょっと今日のところはですね午前中はPCR 検査ね間に合わないとちょっと困りますんでひとまず予定を入れずにですね朝食食べてからちょっとゆっくりしつつですねパッキングして8時半ぐらいになったらもうちょっと病院の方に向かって、まあ、それからねちょっと行動しようかなと思います。とりあえずひとまずね、朝食ねそろそろ始まりますんで行ってきたいと思います。まあ、今日の夜からねジュニアスイートなんで今回ねここクイーンルームということで、まあ、どのぐらいねあの変わるのかっていうのもね楽しんでいただければなと思います。それでは朝食会場に到着しました。この雰囲気はすごいですね。もともとここねレストランということでまあどういった感じのレストランかちょっと分かんないですけどもかなりすごいですね。高級感がやばいです。それではですね朝食が到着しました。私はねコンチネンタルブレックファーストで、オレンジジュースとあとコーヒーですね。コーヒーはまだ到着しておりません。フルーツですね。であとねマフィンそれとトーストですね。こちらをチョイスいたしました。まあ、これとプラスしてコーヒーでコンチネンタルブレックファーストは完成という感じですね。まあ、あのコンチネンタルブレックファーストということで、まあ、こういった感じでね、まあ、かなり簡潔な感じになりますので、まあ、この点はね覚えておくといいと思います。それではですねちょっとねあんまり暗いところで GoPro で撮りたくないんですけどさすがにこの雰囲気でね一眼レフを回すわけにはいかないんで GoPro で失礼します。いやすごい高級感ですねこのホテルのレストラン。やばい。ザ・ランブルクラブランブルズクラブだったかな。まあ普通のレストランなんでねいやかなり高級感がありますね。で映ってるかどうかわかんないですけどここら辺にね人の写真がね、まあ、私が見たことあるような人たちばっかりのね著名人の写真がね飾られてるんですよね。来たことある方を載せてるんじゃないのかなと思いますが、まあ、ちょっとそこら辺はわかんないですけど見たことある人ばっかりですね。ちょっと名前と顔が一致する人はちょっといないかな。でも見たことある人ばっかりですね。それではいただきます。フルーツはねもりもりめっちゃ美味しそうでマフィンとトーストですね。よいしょ。このマフィンも何もついてないんで塗りましょうかね。これストロベリーストロベリーと蜂蜜あとこれはマーマレードかなオレンジマーマレード、うん、ということでストロベリーでいきましょうかね。果肉みたいな日本にあるやつじゃないですね。これはすごい。これ本当にストロベリーかな。いや違うストロベリーじゃない。これラズベリーですね。ですね、ちょっと見たことない感じなんだ。ラズベリーのジャムってブルーベリーだったら結構効きますけどね。これはラズベリージャムでした。それではいただきます。いやオレンジジュース嬉しい。あうまい。あうまいっすね。あとコーヒーがあります。あ Thank you. あ This is OK. OK. Thank you very much. You're welcome.コーヒーがね到着しました。まあ、コーヒーをわざわざ見せなくていいか。コーヒーはコーヒーですね。うん、ということで、まあ、マフィンです。中身が入ってあこれあれなのかな。まあいただきましょう。うん。あこれめちゃくちゃうまいですね。うん、あこれ美味しい。
じゃあ、あとトーストね、いただきましょう。トーストもちょっと、さっきあれで汚れちゃったんで、こっちのナイフで、バター、塗りすぎだな、これ。よいしょ。薄いトースト。うん。めちゃうまです。これね、私はホワイトっていうやつをチョイスしました。非常に美味しいですね。うん。あとフルーツいただきましょうか。フルーツ、ほんともりもりなんです。すごくないですか？これはいい。ナイスチョイスだった。フルーツとか野菜とか意識しないと全然食べないんで、ほぼほぼ炭水化物ばっかり食べてる気がする。非常に美味しい。入ってるのはイチゴとブルーベリーとラズベリーっていう感じですかね。うん、非常に美味しいですね。まあコンチネンタルブレックファーストということでね、ちょっともう言ってるかもしれないですけども、まあ、かなりね簡易的な感じとなります。まあ、してますね。うん、朝からそんなにがっつり食べないっていう人はねこれで十分かと思うんですけど、まあ、朝から、ね、お腹いっぱい食べるっていう人はねちょっと足りないかもしれないですね。まあこのニューヨークのねカテゴリーの高いホテルは、まあ、基本的にセントレジスもそうですし、ここもそうですけど、リッツカールトはもともと朝食ついてないんでね、それを考えるとやはり朝食特典っていうのは本当にこれに追加してメイン注文してみたいなね、まあ、そんな感じですかね。ですね、これだけでね朝食っていう感じではないですかね。まあ、私はね、まあ、これで十分なんでいいですけど、まあ、これにパンケーキとかね、まあ、ちょっとそしたら多い気もするんですけど、まあそういった感じですかね。ということで、あとはねサクッと食べて客室ね戻りたいと思います。それではですね、客室に戻ってまいりました。でレストランはですね、まあすごいね雰囲気はいいです。見ていただいた通りね、あの赤が基調になっててね、めちゃくちゃ素敵なね朝食会場でした。まあね、先ほども言っている通りコンチネンタルブレックファーストということで、まあかなりね、まあ、シンプルなね朝食メニューとなります。でまあ、レストランということで、これね難しい問題なんですけど、今回クーポンっていうか、まあそのマリオットのねプラチナステータスの付帯しているねサービスで、まあ、朝食はね受けられるっていう風になっておりまして、まあ、あれ39ドルとかね40ドルぐらいするんですけども、まあ、それがまあ無料でね利用することができるんですけども、これチップ問題ですよね。はい、一応レストランということで、まあ、払わなくてもいいんですけども、まあ、ちょっとね私ね一泊じゃなくて連泊する関係もあるんで、どうせ明日もねあの同じ朝食会場でねいただきますんで、まあ、チップね渡さないっていうのもねちょっとあのマナー的にどうなのかなっていうふうに思う部分もありますんで、私は 18% だったかな、あの書いてある通りのねあのチェックするところがあって、まあ、それのね入れて7ドル、はい、包んだっていう感じですね。まあ、ここはね難しいところですね。はい、ここはご自身でね判断してくださいということで、一応ね7ドル払って、まあ、あの無料のね朝食をいただいた感じになります。でですね、今7時45分ぐらいで、今日はね部屋移動する、またね PCR 検査を10時から受けるっていう風になっておりますので、ひとまずねパッキングしてもう用意できてからですね PCR 検査のね会場に行って、そこからね自由な時間ができてからまたね観光、まあちょっとね遊びに行きたいなと思います。まあねニューヨークに来てからまだ行けてない場所もねありますので、そちらね回っていきたいなと思います。ということで、ひとまずパッキングして用意して、で荷物ねこの部屋に置いといていただければ、あのホテルの人がね移動してくれるっていう風になっておりますんで、ひとまずねパッキングして用意して移動していきたいと思います。ということで、ちょっとね急いでパッキングいたします。それはですね、今ね8時10分ぐらいなんですけども、今ね電話が鳴りましてパッキングしてたんですけども、そしたらですね、なんと新しい部屋で移動させてももらえるということで、移動ねさせていただきました。ということでね、今ね私はジュニアスイートにねいるんですよね。ちょっとね入り口から見ていきたいなと思います。ということで、今回ですね509号室ですね、ジュニアスイートとなっております。こちらね入るとねちょっとね廊下みたいな感じになっております。で左がバスルームですね。まずバスルームから行きましょうかね。いやーどうでしょうか。またね鏡張りなんですけども、やはりねジュニアスイートということでかなり広いですね。鏡張りになってるんでちょっとね分かりづらいかもしれないですけども、洗面台がね2つになりまして、石鹸とアメニティ等々はね一緒ですね。拡大鏡はね左に丸いのがねありますね。で下の方にねアメニティセットがあって、こちらもね先ほどと一緒ですかね。はい、置いてあるものは特に変わらなそうですね。
で、こちらはジュニアスイートということでバスタブがございます。いや、ありがたいですね。私ね、バスタブ常にね、リクエストさせていただいておりますんで、昨日はね、あのクイーンルームということでこのバスタブがですねリクエストしたんですけども、ちょっとね昨日満室だったっぽくてね、無理ですということで断られてしまいました。で、こちらですね、どうでしょうか。ニューヨークのカテゴリー8のジュニアスイートです。いやー、広いですねこれはめちゃくちゃ広いですね。ちょっと観光行く気に失せるぐらいのね、広さですよね。はい、ベッドもねキングサイズ、昨日よりねちょっと大きくなってますね。はい、ということでどっか見ていきましょうか。このね引き出しとかね、これはね全部一緒ですね、入っているものは。今簡単にね見たんですけども、金庫だったり DVD プレイヤー、ブルーレイブックプレイヤー入ってましたね。で、バスローブがもう一個ここにかかってて、荷物置くやつがねここにあります。で、クローゼットはねスイートということで、入り口にもねもう一個ありました。で、こちら側に冷蔵庫ですね。はい、で、テレビ周りじゃなくてベッド周りでね、ちょっと違う点としては、ここにはですね電話があって、こっちにはね iPad がねついてるんですよね。まあ、iPad でね天気とかはそういうのが確認できるようになっております。まあ、これはねクイーンベッドの方にはなかったんで、ここがねちょっと違う点ですかね。で、ベッドはねキングサイズということでかなり大きめですね。はい、で、反対側にねテレビがガツンとありまして、まあ大きさは先ほどと一緒ですかね。なんか枠がついて大きく見えますけども、多分同じぐらいの大きさだと思います。はい、で、こちら側にソファールームですね。こんな感じになってます。いや、かなり大きい3人掛けのソファーと、こちらね、はい、1人掛けのね長いソファー、これいいですね。ちょっと後で座ってみましょう。で、景色ですね。景色はというとどうでしょうか。これね、こっから見るとねあんまりって思うかもしれないですけど、ここね下見るとですね、本当にホテルの入り口の真上っていった形になっておりまして、このホテルのね景色のいい方っていうのは多分こっち側になると思うんですよね。タイムスケアをね見ることはできませんので、まあ、この景観がねかなりいい方だと思います。で、上の方に行くとですね、まあ、ペントハウスみたいな感じになって、上のねペントハウスとかのねところはかなりすごいんじゃないですかね。はい、1泊多分100万とか余裕で超えるんじゃないでしょうか。ということで、こちらにね1人掛けのソファーがあって、あとはねテレビとか、あと化粧台、ここら辺はね変わってないですね。全く一緒のものが使われております。ということで、一人掛けのねソファに座るとこんな感じになります。どうでしょうか。なんか座ってるより座らされてる感の方が強そうですけどもでもねすごいね、もう足もバッチリ伸ばせますんで、いや非常に気持ちいいですね。はい、ということで、こちらがねシャトワルラグジュアリーコレクションホテルのジュニアスイートルームですね。いやー、いいですね。やっぱり広いこうやって見てもねやっぱり広いですよね。はい、ということで本日はねこちらに一泊ねお世話になります。いやね、今からね出かけるっていうところでちょっとね部屋移動しなきゃいけないんで面倒くさいなと思ってたんですけど、いや、ありがたいですね。まあ今ね8時過ぎということで、まあこの時間にね移動できたんだったら昨日から入れてくれてもいいじゃんってちょっと思ったんですけど、まあそこはね置いといて、ひとまずね準備して、PCR 検査ね行きたいと思います。それではね、外に出てまいりました。今ねちょうどタイムズスクエアのねど真ん中におります。はい、まだね朝の8時半ぐらいで、ひとまずね今日ね PCR 検査を帰国のために受けに行くんですけど、まあ、それのね場所をとりあえず確認して、で10時からね PCR 検査っていった形になります。いや、朝ねまだ8時半ということで、タイムズスクエアね昨日の夜ねここマジ本当にすっげえ人だったんですよね。いや、カメラ回すのもねちょっとやめようかなって思うぐらい人すごくて、はい、すごいですねニューヨーク。いや、人がマジで戻ってきてますね。ちょっとねパンデミックがね本当にひどかった時のニューヨークを見て本当に悲しかったんですけど、昨日のニューヨークをね見て、いや、まあだいぶね大変な部分はまだ残ってますけども、いや、だいぶね戻ってきてるんだなって実感しました。ということで、ひとまずね PCR 検査の検査場を見に行って、そこからどうしようかな。多分ね結構早めに来てるんで、
まあ、1時間ぐらいね時間空くと思うんですけど、どうしようかねまあ朝ごはんも食べましたんでね、まあ、ちょっと休憩しましょうかね。まあ、どうしようもないんですよね、この時間帯って。まあ、PCR 検査じゃなかったらね、まあ、ちょっと遅れてもみたいな感じでね、予定入れたりすることもできるんですけど、ちょっとね、PCR 検査だとね、遅れるわけにはいかないので、まあ、こうやって時間空いちゃうのしょうがないんですけど、家族のお土産でもちょっと買いに行きましょうかね。私の3歳の息子は、ニューヨーク旅行のお土産何がいいって言ってね、聞いたら食パンマンのキーホルダーらしいですね。ニューヨークでアンパンマンじゃなくて食パンマンのキーホルダーね、多分見つけるの相当大変ですよね。まあ無理ですよね多分ね。まあ今のところまあそう言われましたけど、ちょっとね多分無理だと思うんで、M&M のね、ショップがね、そこにでかいのがありますんで、お手洗いも借りれてね、すごいね、いいショップなんですけど、まあ、そこで M&M のね、キーホルダー買っていきたいと思います。いや、まさかのニューヨークのお土産で食パンマンのキーホルダーですからね。いや、さすがにちょっとね、探してあげたいけどね、このニューヨークでアンパンマン商品見たことないですからね、ちょっと我慢してもらおうかなと思います。いやー、人少ない。いやちょっとね、当初はこのホテルからね、この PCR 検査場までね、自転車で行って、まだね、バンデーパス残ってますんで、それで行こうと思ってたんですけど、ちょっとあまりにも近すぎる、近いから、まあ、時間も結構あるんでね、せっかくのニューヨークなんでね、歩いておきたい、景色をいろいろね、目に焼き付けておきたいなと思ってまして、はい、歩くことにしました。昨日買ったのが、何時だったかな。多分10時とか、あ、そんな行ってないか。昨日動き出したのは早いんですよね。ちょっと時間見てね、まだワンデーパス行けそうだったらね、病院終わった後にも乗りたいなと思ってたんですけど、まあ無理そうだったらね、それはそれでちょっと他の移動手段で楽しみましょうかね。いやーマジタイムズスクエアの翌日の朝はめちゃくちゃ汚いですね。いうか見えます。まあ、ちょうどボケてるからいいですね、はい、これを清掃する人もねいるんですよ。だからまあ需要と供給はね、あ、需要と供給っていうか、そこで何て言うんですか、雇用が生まれてるのはね、まあいいことなのかどうなのか分かんないですけど、まあそういった感じでね、はい、不思議ですよね。ちゃんとみんなで綺麗に捨てればそのコストいらないんですけどね。まあそうは言ってもね、あんだけ人が多いと多分ゴミ箱も一緒にしていっぱいになっちゃうんでしょうね。ニューヨークのマンションとかね、日本のマンションで管理人さんがいるじゃないですか。で、管理人さんって基本的にまあ朝から夕方ぐらいまでねいるところがまあ普通だと思うんですけど、まあタワーマンションとか24時間いるのかもしれないですけどね。アメリカの場合はね、ドアマンっていう24時間在住のね人がいて、まあその人がね、まあ、セキュリティの部分もそうですけども、まあ、高い便受け取ってくれたりねするそうなんですよね。まあ、それもニューヨークではね、ニューヨークというかアメリカではね、ドアマンっていう感じで、まあ、雇用が生まれてるみたいなね、まあ、それでセキュリティも保てるみたいなね、まあ、そんな話をね10年以上前にねニューヨークに住んでいた友人から聞きました。ということで、いやーこの時間帯は逆に人が全然いなくて清々しいですね。まあ、この時間帯に出てるのは、まあ、今日あれなんでね、今日日曜なんでね、はい、今この時間に出てる人は、まあ、基本的にはね、観光の人か休日でもね空いてるお店の人ばっかりだと思うんで。お、教会の音入ってますかね。ちょっと一度ね、動画でも紹介簡単にしましたけど、タイムズスクエアにもね教会ありますんでね、もしゴスペル的な、ね、感じのが見たい方がいらっしゃいましたらね、ぜひねタイムズスクエアでもわざわざハーレムとかね、まあ行った方がね多分本格的なの見れるんだと思うんですけども、まああれもね遊びに行くもんなんじゃないんで、まあちょっとどんな感じが気になるっていう方はね、タイムズスクエアのね教会もいいんじゃないかなと思います。撮影とかはできないんで、まあ普通にね聞くことはできますし、雰囲気はね味わえるかなと思います。寄付みたいなのがね回ってきますんで、ちゃんとね寄付していただければ、まあ、参加するのはねいいんじゃないかなと思います。まあ、ちゃんとした格好でね行かれてみてください。結構衝撃的
結構ね衝撃的でした。あのニューヨークのタイムズスクエアに教会があるっていうのはね結構びっくりしました。まあ教会って聞くと、まあ、そのゴスペル組とかそういうのをね聞ける教会っていうと、まあ、大体ハーレムだったりね結構上の方のね教会だったりするんですけど、一応そういうところでもね聞くことができますんで、一応あのそこはねボランティアでやっているということで、当時は無料でした。多分今も無料だと思いますし、まあ多分潰れてなくなってるってことは多分教会なんでねないと思うんですけども、まあ一応ねタイムズスクエアにもあります。それではウエスト35丁目まで来ましたね。あ、ちょうどいいですね。あのエッジあれしなきゃいけないんですよ。映像もらいに行かなきゃいけないんで、ひとまずねあの登ったエッジ、あそこはねちょっと行きたいと思います。でも皆さんにねあのエッジの普通の観光のあれを見せられてないので、エッジの観光も行きましょうかね。ちょっと考えます。ということで今ウエスト35丁目、あ、メイシーズに着きました。これニューヨークのねあの有名なデパートですね。はい、ここにもありますし、もう一つか二つぐらい多分あると思います、マンハッタン内に。ここもねお手洗いがございますんで、もしよければ行かれてみてください。まあ、もちろんねあの高級ブランドからいろいろね買い物を楽しむことができます。多分こっちで合ってると思うんだよな。あ、合ってますね。この先にPCR 検査、もう日本からね予約してるところがあって、いくらだったっけな、まあでもニューヨークの中ではね比較的安い方だったんです。16,000円、確かそのぐらいだった気がします。アメックスのプラチナコンシェルジュに頼んで探してもらったっていうか、まあアメプラのコンシェルジュが案内してる病院が、まあ、日本語は通じるねところがあるんですけど、この片方はね120ドルって言われて、おめっちゃ安いじゃんと思ってそこにしますと思ったら、私のフライトが火曜日なんですよ。で月火はあの日曜が休みで、検体をどっかに送んなきゃいけないからできないと。だからね残念ながらその120ドルだったか150ドルだったかね、すごい安いところはね私利用できなかったんですよ。だからもしね利用するんだったら皆さんそこがねいいんじゃないかなと思います。あ、ここかな、マンハッタンアポーザキャリー、あ、多分ここですね。はい、あ、場所はね確認できました。ひとまずね予約は10時、そうですね予約は10時なので、今ね今8時50分でちょっとだいぶね遅れるわけにはいかないんで、かなり早めに来て、ひとまず場所が分かってよかったですね。ひとまずここで、PCR 検査ね受けれると。でもあれだな、ここにノーコビットテストヒアって書いてあるな、どういうこと？あ、違う、こっちなんだ。あ、そういうことですね。あ、Google で検索すると、 Google マップで住所検索するとここが出てくるんですよ。でもここじゃなくてこっちにビルがあるんですよね、ここみたいですね。ノーコビットテストヒアって書いてある。見えるかな。いや、びっくりしました。あれ？と思った。そしたらこっちにね、スイートの46号室にこのチェックインウィズドアマンってことで、ドアマンに聞けっていう感じですかね。はい、ひとまず場所分かりましたんで良かったです。一応ドアマンに聞いて10時にここに来ればいいのか、10時にねここに来ればいいのかをね一応確認ね取っておきたいと思います。ということで行ってきますね。ということで今ね、中のドアマンの人に今日 PCR 検査予約してるんだって言ったら、もう入っていいよって言われて、いやまさか10時予約ということで、まあ、まだ入れないっていうか、まあ、利用できないと思って、まあ、一応ねここに書いてある通り406号室でやってるんですよ、この右側の入り口のね。でエレベーター上がって4階に行って406号室行くと、もうドア開いてるんで、まあ、そこで受けられるっていった形になるんですけど、なんと言ったらですね、もういいですよということで、もう PCR 検査ね受けさせていただきました。で日本のね、書類もね利用なんですか
日本政府がね、あのフォーマットがあるんですけど、それをね、あの利用して記載してくださいっていうのもね、快く記載していただきましたので、無事ね PCR 検査、まあ、これでね、あの陰性が確認できればですね、日本に無事ね帰国することができるっていった形になります。いや、ひとまずね、まだ1時間以上ね早かったんですけど、非常にありがたい対応ですね。ということで、もうねこれで今日の行かなきゃいけないっていうね予定は済みましたので、ひとまずこのままね観光していきたいと思います。とりあえずどうしましょうかね、自転車でね借りれるんであれば、まだもう時間的に厳しいかな、ちょっと何時までか覚えてないんですけど、時間がまだありそうだったらこのまま自転車乗ってね、まだ見れてないところとかね行きたいなと思ってまして、先ほども言ったと思うんですけど、エッジね、エッジに行ってビデオの、あの素材をもらわなきゃいけないので、それだけね絶対行かなきゃいけないんですけども、自転車が利用できるんだったら自転車がね、あの利用したいなと思ってます。いやね、PCR 検査のね鼻拭い検査って本当に鼻拭い検査なのか何検査なのか、ちょっとなんかいろいろ方法あるらしいんですけど、ちょっと俺私はどれかちょっとよく分かんないんですけど、本当に辛いですね、あれ痛いっていうか、本当にくしゃみがね出るんで本当に申し訳ないですよね。はい、検査してもらう人にね、いやあれも本当にね、受付の人がそのままあの手袋をつけてね2人体制でやられてるんですけど、片方の方が、まあ、受付みたいな、でもう1人の人があの検査するみたいな感じなんですけど、もう2人体制でね、あの普通に受付してる人がね検査するんですよね。ですんで本当にあれですよね、言ってしまえば命がけの仕事ですよね。だって PCR 検査受けに来るっていうことは、まあ、もちろんビジネスの人がほとんどだと思いますけど、ね、かかってるかどうかって分かんないじゃないですか。ですんで、ね、もしかかってる人であればですね、まあ、そういう人たちも受けに来るとってことはリスクかなり高いですよね。で、私みたいに言ってたらあれですけど、やっぱり検査中くすぐったいんでね、くしゃみとかもめっちゃ出るんですよ。咳とかもね出ますし、いや本当に命がけの仕事だなと思いましたね。はい、まあでもひとまずね、あの一番気がかりだったのは、本当にね日本のフォーマットに記載してもらえるかどうかがね、まあ、一番心配してた部分なんですけども、まあ無事ねそれもあの嫌な顔一つせずね、あの対応してもらえたので非常に良かったですね。あの公式サイトね概要欄に載せておきますんで、ぜひあの今後ニューヨークね行かれて帰る際にですね、利用されたい方はこちら利用していただければなと思います。ということでね、あの何も考えずに今南の方を向かって歩いてるんですけど、今日はね自由の女神見に行きたいと思います。ちょっとね今回の旅で、まあ、ろくにねニューヨークお見せできても、あの自由の女神ねろくにお見せできておりませんので、これからねちょっと南の方に向かって行きたいと思います。まあでもね、スタテン島のその本当のね自由の女神に行く台座のチケットって結構高いんですよ。ですんで今日はね、あの前回ね、ニューヨーク行った時に、まあ、一本の動画にしたんですけども、スタテンアイランドフェリー、まあ、これに乗っていくとニューヨークのこのマンハッタンとスタテンアイランドっていうね、それをねつなぐフェリーなんですよね。ですんでこれ通勤フェリーみたいな感じでただなんですよ。ですんで、まあ、今回はねこのフェリーに乗ってスタテン島に行って、またねスタテン島から帰ってね行きたいと思います。ということなんで、ちょっとね今この辺どこ、今ここどこにいるか分かんないですけど、ひとまず自転車が時間ありそうだったらまだ自転車で行って、もしダメそうだったらねちょっと離れてますんで自転車じゃなくて電車でね、あの南の方、最南端の方までね行きたいと思います。では行きましょう。ということで今私はですね、1番線乗ってサウスフェリーっていうね駅まで来てます。でここはですねマンハッタンの一番最南端になってまして、ここはねバッテリーパークって言われる、ところですね、まあ、公園なんですけども、この中からですね自由の女神に、まあ、行くねあのフェリーが出てるっていう公園になります。で今日はね日曜日ということで、あ多分ねかなり並んでるのはないのかなと思います。で今ねこのピーピー鳴らしてるのがこのね2階建てバス、これもニューヨークでは結構有名なんですけども、1回乗りましたけどね結構面白かったですね。そこまで高くないんですけど、あの吹っかけてきますからね、あのある程度ね
割引交渉してからね乗らないとちょっと損しちゃうかもしれないですね。でですね、どのビルだったかなちょっとねどのビルだったかね定かじゃないんですけど、これこのビルだと思うんですけども、あのねマリオットボンボイにね参加してないねリッツカールトンがこのバッテリーパークの近くにあるんですよね。多分ねあれだと思うんですけども、あのねリッツカールトンで他のね予約サイトとかでね探すとリッツカールトン、バッテリーパークだったかな、そんな名前でね出てくるんですけども、あれはねマリオットボンボイに参加してないリッツカールトンっていう風になるんですよね。私ね、SP ジャーメックスを保有してしばらくしてからあのリッツカールトンもね宿泊できるんじゃないかってずっと思ってたんですけども、残念ながらね参加してないみたいで、あそこはねあの世界の要人とかね、あの警備がしやすいらしくて、その各国のね要人が来るときに結構ねあそこのホテルに宿泊するそうで、なんかあれみたいですね、その一般のお客さんはまあ受け入れてはいるんですけども、あのマリオットボンボイとかねそういうのには入ってないって言った形になるんですよね。ちょっと知ったときにねちょっと悲しかったんですけども、まあそんな話もあります。あそこだったと思うんですけども、違ったらね申し訳ないです。で今日はですね、今はまあここをねずっと行くとバッテリーパークでね、自由の女神が見れるんですけども、まあ今日はね日曜日でもう朝の10時、11時、10時ぐらいかな今なってますんで、まあ、今から乗ろうとするとね多分めちゃくちゃ並ぶし、まあ、お金も高いということで、今回ですね、まあ、前回ね結構前に短編の動画にもねしたんですけども、今回はねステテンアイランドフェリー言えてない、スタテンアイランドフェリーでね行きたいと思います。ちょっともうちょっと近づいた方が見やすいかな。あ、おまわりさんもめちゃくちゃ来てるな、なんかあんのかな、すごいパトカーも 4,5 台ぐらいいて警備してるのか、あでも警備してるっぽいですね。はい、ということでこのねスタテンアイランドフェリーで行きたいと思います。はい、映ってますかね。はい、これです、スタテンアイランドフェリー、こちらですね。これはですね先ほど簡単に、ね、説明したと思いますけども、こちらね通勤用のフェリー、まあ、あのスタテンアイランドっていう島とこのマンハッタン島をつないでる島のフェリーっていう風になってますんで無料なんです。しかもねあの自由の女神がね、まあ、ちょっと透明にはなりますけども見ることができますんで、かなりねあの節約系で旅されたい方はねおすすめっていった形になってます。まあ、あの完全に無料なんでね、あのチケットも何にも必要ありません。一応ここはねあのスタテンアイランド の, あのフェリー乗り場っていう感じですね。ほら来ました、来ました、隣の隣の人が急に歌い出した。これがニューヨークですね。全然いいんですけど、はいびっくりしますよね急に歌われると。あれ今歌い出した人ツアーの、最高者ツアー束ねる人だったんですね。びっくりした、急に歌い出すから何かと思ったらツアーの先導する人だったんですね。いやかなりびっくり。ということで次のね電車待ちたいと思います。まあ、ひとまずねちょっとトイレに行ってきますね。それはね乗り場はねこんな感じになってます。まあ、ここで待って来たら乗るっていう感じですね。まあ、あの無料なんでね本当に気軽にね利用することができますよね。ぜひニューヨーク来られて自由の女神ねちょっとお得に見たいっていう方はですねぜひこちらから利用してみてください。次のねフェリーが何じゃろうかな、まあ多分10分15分でね来ると思いますんで、ひとまずここら辺で待っていたいと思います。氷も約2年ぶりに来ましたけどいいですね。このフェリー乗り場もですねお手洗いがありますので、あのスタテン、あのバッテリーパークにもですねお手洗いはありますね。チケット売り場のそばにありますけども、まあ、ちょっとね見つけられなかったっていう方はこのスタテンアイランドフェリーのねこの中にもねお手洗いはありますし、売店とかもねありますんで、やっぱりこういうところがね利用しやすいですよね。公園のトイレもね、まあ、バッテリーパークのはね比較的綺麗だと思うんですけども、ここはねあの暖かいですし、それは関係ないか、まあ、人が多いんでねかなり安心して利用できるのではないのかなと思います。まあ綺麗かどうかっていうのはねちょっとその時タイミングによってね変わると思いますんで、一概には何とも言えない部分ではあります。そういうことでちょっと待ちたいと思います。それではね間もなく乗船となります。今ねあの
先頭のところでね並んでたらね一番最初の方にね登場できそうです。まあそんなに最初の方にいる必要はないと思うんですけど、結構並ぶんでね、まあ乗れないってことはないと思うんですけどね、まあいい場所っていうかね、向かって右側に座ると見えるんですよ、自由の女神は。まあそういうのがありますんで、まあ、早めに撮りたい方はっていう感じですね。確か帰りは左だったと思いますね。ではもう間もなくですね、乗船となります。では乗っていきましょう。多分ね行きはあれだと思いますね、外が見えないやつじゃなかったかな。こんな感じになってます。映ってますかね。まあ、ひとまずね右側の方にいましょう。もうねちょっと遠目にはなると思うんですけど、これはねちょっとカメラ越しじゃきついですね。ちょっとズームしてみます。こんなもんですかね。まあちなみになんですけども、あのこれねレンズ越しだとねさらに遠く見えるっていうのもありまして、肉眼だとねもうちょっと近いですね。ちょっとね小さすぎてピントを外しますねカメラが。それはねフェリーが出発しました。このフェリーはね、まあ、もちろんね自由の女神もすごい綺麗、まあ、すごい綺麗、まあ、ちょっと小さめですけど、ね、見えるんですけど、こういったねマンハッタンの、このサテンアイランド側からね見る景色も楽しむことができるっていう風にありますんで、まあ、これね昼間の時間帯ももちろんねこういった感じで綺麗ですけども、夜の時間帯もね絶対綺麗なのは間違いないんで、まあ、この夜景をね見に来るっていうのも、まあ、これ無料ですんでね、まあ、行って帰ってくるだけでもね、まあ、1時間か、ね、1時間半ぐらいかかってしまうかもしれないですけども、まあ、お時間があればねぜひ行かれてみてください。個人的にはね無料なのでねかなりおすすめです。ニューヨークは何でも高いですからね。でちょうどね昨日いたニュージャージー側のね、まあ、景色っていうかねニュージャージーのね街も見ることができます。まあ、このマンハッタンの、ね、景色もいいですよね。こっち側から見るマンハッタンの景色も結構好きです。今ねちょうどあの自由の女神をねあれしてますね、近づいてますんでね、ちょっとこの位置からね自由の女神映すことができません。もうちょっと立つとねまた左側からね出てくるかと思います。あれがエリス島ですね。基本的にあの自由の女神のねあのスタテン島に行くと、あそこもね帰りに1回寄って、まあ、博物館があるんですけど、それが見れてマンハッタンに戻るっていうルートですね。まあそこもね本当にガチで回ろうと思ったらすごい時間かかるんでね、まあ、行くか行かないかパッと見るだけでもね行かれることをお勧めしますけども、がっつり行く方はね時間に余裕を持って行かれることをお勧めします。いやー綺麗ですね。このフェリーからだとこんな感じですね。どうでしょうか、微妙なラインかもしれないですけど、肉眼だともうちょっと大きいですね、うん。まあ、写真とかねカメラ持ってる方であればちょっとズームすればね結構大きめに写すことができると思います。ちょっとね一眼レフの広角レンズだとこれが限界ですね。今電子ズーム使ってるんですけど、これ以上行くにはもうあれですね、レンズを変えるしかないですね。おー正面向いてきました。いややっぱこれすごいな。いやこれやっぱりいいですね、うん、ニューヨークに来たっていう気がしますね。あでも思ったよりいいんじゃないですか。あでも画面越しだとちょっとちっちゃいかな。肉眼は結構大きめです。これの 1.5 倍ぐらい大きく見えてると思います。つっても伝わんないですね。ちゃんと正面がね捉えられるっていうのがいいですね。多分この画像からも
一応正面向いてるのはね分かるかなと思います。今ちょうど真正面に来た感じですね。皆さんのシャッター音は入ってないですね、うん、でも皆さんカメラ向けてます。いやーいい、まあ、個人的にはねお時間と、まあ、ある程度お金の余裕があるんだったらクラウンチケットね登ってほしいですね。あの台座の中のチケットですね。王冠の中まで歩くことができます。かなり狭いですけどいい思い出になると思います。窓の中からあの王冠のね隙間からね下をちょっと覗くみたいなこともできますんでね楽しめると思います。あ、とうとう自由の女神が遠ざかっていきますね。これを済んだらねもうスタテン島に着くのを待つばかりですね、まあ、スタテン島側もねあの駅みたいになってますんで特にねあの治安とかねすぐ帰ってくるんであれば気にする必要はないと思います。それではフェリー着くまでもうちょっと待ちましょうかね。いかがでしょうか。こんな感じで見ることができます。帰りはね多分あれだと思います。吹きさらしになると思うんで、まあ、逆にねあのもうちょっとねちょっと今ガラス越しなんでね微妙なラインがあると思うんですけどそこら辺がねあのもうちょっと綺麗に見えるかもしれないですね。では到着までもうしばらく待ちたいと思います。ということでもうそろそろねあのフェリー着くんですけども先頭と後方、まあ、なんか景色が良さそうな場所ね あるじゃないですか。あそこね行かれたいって思われる方ね多い方だと思うんですけども前回ね乗った時に聞いたんですけどもダメだって言われたんでおそらくねあの先頭と後方っていうんですか外の部分ですね あそこはね入れなくなってると思いますので、まあ、一応ねあの利用されたい方はね聞いてみるのもいいと思うんですけど多分おそらくね入れないと思います。ということでもうそろそろするとですねスタテン島に到着となります。それではですねもう間もなくね今アナウンスがあったんでもう着いたのかな、まあ、これから橋かかったりねちょっとすると思いますけど皆さんねもう本当に降りるのを並ばれている感じですね、はい、私はもう行ってすぐ戻りますんで、まあ、ゆっくりね最後の方に降りてそのままね反対の船に乗ってマンハッタン戻りたいと思います。フェリーの中ねこんな感じになってます。結構でかいですよね。多分めちゃくちゃ乗れるんじゃないでしょうか、うん、でこれ以外にもねこの撮ってる向こう側にもですねさっき私がいたエリアもありますんでかなり大きめですね、まあ、そのエリアもねせっかくなんで通って出ましょうか。通れば皆さんにお見せできますんで、まあ、ちょっとボケた感じになると思いますけど。ということで最後尾に来ました。こんな感じですね。こういった感じで、はい、かなり大きいで反対側にはねもうまた船が通って、ああちょっと飛んでるかな、まあ後でねあの乗りますんでいいでしょう。まあこういった感じのねフェリーになってます。1回に何人運べるんだろうな。かなり運べるんじゃないですかね、うん、何百人単位で乗れると思います。不思議ですよね。何でも高いニューヨークなのになぜか無料なものもあるっていうまあこれ正確な足なんでこの費用は市が払ってるっていう、まあ、感じなんでしょうけど、でもすごいですよね、うん、平気でコーヒー1杯5ドルとか4ドルとかあるのにでもフェリーは無料っていうね。はい、ということでスタテンアレイド到着しました。ちょっと飛んじゃうんで明るさを調整しました。ということでもう本当にねこんな感じの駅ですね。でそのままね乗船スポットに行くんじゃなくて、まあ、1回降りてからまたこうぐるっと回ってね入る入場する感じですね。ほとんどの方はね戻ると思うんですけど違うのかな。あでもせっかくだからみたいな感じで皆さん観光されていくんですかね。よいしょ。あすごいピザのいい匂いするということで私は、まあ、乗れそうだったらね、ああでもほとんどの人引き返してますね。まあそれはそうだ、ね、それはそうだ、ね、うん、ほとんどの人がねそのまま出口から出てそのまま入り口に吸い込まれてますね。はい、ということでそのまま乗っていきましょう。
これ何時発なんだろうな。あーすごい、あれなんですね、やっぱり。じゃあ州は一緒か。あの船なんでね、あの警察犬とかねいるんですよ。で、あの大きい荷物とかね嗅がされてましたね。だけど私のバッグは結構でかいんですけど大丈夫そうですね。まあちょっとこれはわからないんですけども。さあどうだろう、左が取れるかな。まあでも吹きさらしなんでね、まあ、行きみたいにあの風が避けれる場所ないんで、うん、競争率は多分少し下がると思います。そうそう、上と下あるんですよね、帰りは。でね、下は行きと同じで、窓がねあって、上は吹きさらしなんですよね。私はもちろん吹きさらしエリアに行きましょう。どうだろう、入れるかな。わ、すげえ人だ。あ、でも行けそうだ。反対側から行きましょう。あ、前の方は全然行けますね。だけどドアが開いてない、ドアが開いてないぞ。あ、こっちの方で大丈夫かな。はい、急ぎましょう。まあ、急がなくてもいいか。よいしょ。よいしょ。それ。では反対側に来ました。あ、いいじゃないですか。ということで到着しました。今ね、あ、自由の女神映ってるけどかなり遠いから全然わかんないですね。それでは出発しました。この感じもまたいいですよね。やっぱり寒いのかあれですね、最初の方はみんな結構来るんですけど中に入っていきます。まあこれからめっちゃ風当たりますんでね。ちょうど奥に見えてる高い、一番高いビルがあるのがあれがマンハッタン島ですね。一番高くねそびえ立って見えてるのがワンワールドトレードセンターですね。いや、こうやって見るとやっぱりワンワールドトレードセンターの高さが分かりますよね。果たして皆さんに伝わってるかどうか。はい、ちょっとズームしました。ここでまあ分かりますかね。一番高いのがワンワールドトレードセンターですね。先日911メモリアルの近くにあったビルですね。いや、いいですね。また外なんでね、まあ、ちょっと寒いですけども室内よりかはなんか気分的にいいですね。下を向けるとこんな感じです。結構ダイナミックですよね。で、このセンターねオレンジ色してるんですよ。結構かっこいいですよね。それはですね、スタテンアイランドフェリーとちょうどすれ違いますね。今乗ってるね船体もあのカラーなんですよね。あ、今ちょっと一回消えちゃいました。はい、すいません。おしゃれですよね。そしてかっこいい、すごい。鳥が並走するんですね。なんでだろう、なんかあるんでしょうね。それではね、自由の女神が見えてきましたね。皆さんからも確認できますかね。右の真ん中ぐらいに自由の女神が見えてきました。鳥がね並走するんですよ。なんか理由があるんですかね。これからどん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 ね正面に向かっていく感じですね。それではね、今ちょうど正面を向くぐらいですかね。皆さんからも確認できておりますでしょうか。まあ、帰りの方はねどっちかというと寒いですけどね、まあ、夏は気持ちいいぐらいかな。まあ窓がねなくてここは吹きさらしなんでね、そういう意味ではこっち側の方がいいですかね。うん、見やすい気がします。まあ、とはいえね冬はね寒いんでそこだけ注意ですね。本当にね手の温度をぐいぐい持ってかれますね。皆さんね写真撮り終わったらやはり船内に戻っていく人が多いです。まあ、これ天気が良ければいいんですけどね、これ天気が悪いとねちょっとねなかなか厳しいと思いますんで、天気のいい日にねぜひ行っていただければなと思います。いや、自由の女神ねちゃんと見れてよかったです。今回ねスタテン島っていうかあのバッテリーパークからね出るフェリーはね
乗るつもりがなかったので、天気もよくしっかり見れてよかったです。ニューヨークね、せっかく来たらね、まあ、間違いなくね一回は見てほしいなと思いますんで。ということで自由の女神はねどんどん遠ざかっていく感じになりました。通り過ぎましたね。それではここからはですね、ちょうど今ね船がこのぐらい入ってきますんで、もうちょっとしたらね目の前にマンハッタンのね南側からの景色が楽しめる感じになりますんで、どんどんねマンハッタンが近づいてくる感じになりますんで、これもね非常に綺麗です。ここもねあの写真スポットになりますんで、ぜひ見逃さないようにねしといてください。遠ざかっていくねマンハッタンもいいんですけど、また近づいていくマンハッタンもねいいと思います。それではだいぶ近づいてまいりました。いいですね。それではですね、もう間もなくねスタデンアイランドフェリーに到着します。あれがね映ってるかな、はい、こちらがフェリーのね乗船場、まあ、先ほどねいた場所になります。それはね船が止まるまでもうしばらくね待ちたいと思います。それではね到着しました。いや非常に楽しかったですね。ぜひ自由の女神をね見たいけどちょっとそこにお金をかけられないという方はぜひ利用してみてください。個人的にはね非常におすすめです。まあ昼ぐらいに向こう行ってね、向こうの駅とかでねピザ食べて帰るみたいなね、まあ、そういった感じでもねいいんじゃないかなと思います。ということでマンハッタン戻ってまいりましたので、これからですねちょっとお昼どうしようかな、今まだ早いかな、もう結構ねお腹空いてきたんでお昼食べてもいいかなと思ってるんですけど、あもう11時半ですね、お昼にしましょう。今日はですねちょっと日曜日で混んでるかもしれないんですけども、カッツっていうねパストラミのお店があるんですけども、そちらに行きたいと思います。そこもねニューヨークの雑誌にね絶対載っているパストラミっていうサンドイッチのお店なんですけど、まあ、間違いなくね載ってますんで、これもね食べたかったんですずっと、ですんで行きたいと思います。確かまだ現金しか使えないんじゃないかなと思うんで、その点はね注意して行かなきゃいけないんですけども、ちょっと待ってくださいね、お手洗いに行きたいな、ちょっとお手洗いにだけ行ってから次のところ行きたいと思います。それはですね外に出てまいりました。でお昼はねカッツっていうねパストラミの店行きたいと思ってますので、地下鉄でそこまで向かいたいと思います。今ねこちらはサウスフェリー、まあ、先ほどといた場所ですね、まあ、ここからね地下鉄の駅までちょっとテクテク歩いて行きたいと思います。ちょっと前まではね今のスタテンアイランドのフェリーの入り口って無料を有料のチケットで買わしてんのか何なのか分かんないですけど、ダフ屋みたいなのがね、まあ、ぼったくりみたいなのがねすごいいて声かけてたんですけど、そういう文化はなくなったのかもしれないですね、分かんないですけど、今日は一人もいなかったですね。結構な量いたんですけどね、うん、まあちょっと変わったのかもしれないですね、ニューヨーク事情も。で自由の女神のねここはバッテリーパークなんですけど、自由の女神のね入り口はあっちになります。まあ公園の中ね行けば案内看板みたいなの出てますんで、まあ間違いないと思いますけど、まあひとまずね、まあ、Google マップ等々をね見ていただいて、ちょっと大きめの公園になってるんでね、何も見ないと迷っちゃうかもしれないですね。いや、やはり今日日曜っていうこととバッテリーパークということですごい人ですね。ここねネイティブアメリカンのちょっとあれの名前を忘れちゃいましたけど、博物館の名前を忘れちゃったんですけど、ここですね、こっちネイティブアメリカンの博物館になったと思うんですけども、ここはね無料なんですよ、はい、ニューヨークの市がね運営しているっていう風になりますんで、ただでね観覧することができます。
正面玄関はもうちょっと奥ですかね。こちらですね。大きい、ナショナルミュージアムオブザアメリカンインディアン、こちらはね無料で観覧することができます。まあ、お時間ある方はねぜひ行ってみてください。こちらね無料なんで。それでは地下鉄の入り口がもうちょっと奥ですかね。でこのねバッテリーパークにほど近いところにチャージングブルっていうねあの牛の置物、見たことある方ね結構いらっしゃるかと思うんですけども、こちらもね雑誌の観光ガイドとかに絶対載ってます。これねあのバッテリーパークから非常に近いんで皆さんついでにね見てみてください。ちょっと今から通りますけども、あの牛さんのたまたまを触ると幸せになれるという噂で、これ右側並んでると思うんですけども、皆さんねこれ写真撮るために並んでおります。で皆さんね触るんで、あのたまたまとねあのお尻の上とかとね色は違うんですよね。見て分かりますかね。あ、分かりそうですね。はい、このね下半身と上半身の色が違いますよね。皆さん触る場所はやっぱりね色が変わっていくんです。で牛さんの顔とたまたま2つでね列ができている感じですね。まあ、こちらもねぜひあのこの商品証券取引所の株とこの牛っていうのはね非常にあの相性がいいそうで、株価が上がるっていうね、まあ、そういった感じでね言われているそうです。でねもうニューヨークといえばもうこれですよね、露店。ここら辺はねやはり観光地ということで、すごいねたくさんの出店が出ています。まあ、お土産とかね結構安く買えるんで、まあ、電化製品とかね買っちゃダメだと思いますけど、はい、ぼったくられるかもしれないんで、まあ、でも置物とかだったらね、まあどうなんでしょうね。こっちが安いのか普通のお土産ショップが安いのか空港が安いのか、空港は高いだろうかな、ってなるとこっちの方が安いかもしれないですね。あ、でもここら辺はお土産屋さんとかやってますね。本当に前誰かの YouTube 見た時は本当にお土産屋さんもすごい閉まってるみたいな、そんな話を見たんで、そう考えると今普通にお土産屋さんやってますんで、需要はどんどん戻ってきてるんですかね。ちょうどここを右折して電車に乗ってきますんで行きましょう。ちょっとこの若干薄暗いのがね怖かったりするんですけど、まあまあまあここはねあのゴール街で車がね入れませんので、でもいつでもなんか工事してるイメージですね。何を作ってるのかはよく分かんないですけどね。やっぱり今日は日曜なんで人少ないですね。働いてる人はお休みですからね。はい、地下鉄の入り口に着きました。ここはこの前通ったところのちょっと反対側ぐらいですかね。はい、クリスマスツリーがそこにあるんで見えますかね。この前行ったクリスマスツリーがこれです。でかいですね。やはり写真撮ってる人たくさんいますね。それでは地下鉄に乗ってカッツのね最寄り駅まで行きたいと思います。まあ、この地下鉄ね今回私乗り放題買ってないんですけど、そんなに乗ってないと思うんですよね。まあ、多分トントンぐらいになってるかな。ちょっとまだこれあと数日で変わるかもしれないですけど、でもねここということで地下鉄入ってきました。2年前来た時はねあのタッチ決済のねこの端末、ニューヨークの地下鉄にね2年前から導入されて、最初はね本当に限られたところしか使えなかったんですけど、もうねほとんどのところで使えますね。ですんであの、まあ、乗り放題チケットね7日間の買った方が35ドルかな、あのカード代を入れて1週間利用できますんで、まあ、そっちの方がね安上がりなパターンの方が多いと思うんですけども、まあ、タッチ決済でね通れるっていうのは本当にね楽ですね。もうビザでもアメックスでもちょっとマスターカード試してないですけど、まあ全部マークあったんでおそらくね
どのタッチ決済でも行けると思います、まあ、片道 2.75 ドルかかるわけなんですけども、まあ、あの乗り方がわからないっていうことはねひとまず避けられるんで、これはね超楽ですね。今回私もねほとんどこのタッチ決済でね通ってます。ということで電車は遅れてるみたいですね。もう0分ってなってるけど電車来ないんでね、ひとまず電車待ってカッツのね最寄り駅まで行きたいと思います。それではですね、今ねエセックスストリートっていう駅にね来ました、まあ、こちらからね歩いて10分ぐらいですかね、カッツがあります。まあここはね私の動画でもう何回も登場してるパストラミのお店なんですけども、非常に美味しくてねかなり何回も来ております。すごいめっちゃ並んでる、何屋さんだろう、何屋さんだろう、めっちゃ並んでますね、20人ぐらい並んでる。あ、ベイクハウス、あ、ケーキ屋さんかな、これもいずれ雑誌等々に載るでしょうね、この並び方は。20人ぐらい並んでますかね。ちょっと次回のニューヨーク来るときに行きたいと思いますいやちょっとね日曜日のランチなんでちゃんとすぐ入れるかめっちゃ並んでるかちょっとそこだけ不安ですね。土日はねやっぱり土日なんでね、平日働いてる方もねお休みになりますんで、そうなってくると結構ね飲食店もねちょっと明るさ変えました、飲食店もね結構混み合いますんで、そこはちょっと不安ですね。ここはエリア的になんていうところなんのかな、ちょうどねマンハッタンを正面に見て右下ら辺なんですよね。ちょっとなんていうエリアなんだろう、ちょっとねエリアの名前がねいまいち私判断がつかないんですよね。ミッドタウンとか、まあ、アッパーウエストとサイドだけ、アッパーイーストとアッパーウエストだけね右左なんて分かりますけど、まあ、それ以外ちょっとねよく分かんないですよね。ここは何エリアなんだろう。あ、これ右側にあるの、これ学校なんですね。うん、学校だ。あ、日本語も書いてある。インターナショナルスクールなのかな。ニューヨークで大人になるってどんな感じなんでしょうね。いや、ここら辺の街並みもね、綺麗ですね。うん、さりげなくあのでかいビルも、あれも住宅でラグジュアリーレンタルズって書いてありますね。高いんでしょうね多分ね。はい、大きい通りに出ました。カッツはもう見えてますね。はい、カッツありました。いや並んでそうだな、めっちゃ並んでそうさすがに日曜日のランチタイムに来たことはないですね。ランチタイムを外すか、平日に来るんですけど、もうね予定がカツカツで、もう帰国も迫ってますんでね。あ、めちゃくちゃ並んでる。あ、めちゃくちゃ並んでますね。いやこれどうしようかな、ちょっととりあえず行ってみましょう。店内で食べれなくてもいいんで帰ればいい。あー、1,2,3、あー、まあ、20人ぐらい、うわーすげー、めちゃくちゃ並んでる、めちゃくちゃ並んでますね。いやーこれは30人、いやこれは二郎ラーメンコースですねいやすげえな、50人いきますかね。ちょっと流れ見ます、とりあえず並んでみます、並んでから考えます。もう続々とね並んでますんで、いやすげえな、これはすごい、予想してなかったな。とりあえず流れ見て全然進まなそうだったら諦めます。まあ諦めますというか今日来なくても、まあ、最悪まだ行ける日あるかな、明日とか、うん、まあでも一回来てまた来るのもめんどくさいんで、もしかしたら来ないかもしれないですけど、やっぱりね並んでやめる人もねやっぱりいますわね、こんだけ並んでたら。あー、どうしようかな、ちょっと考えます。それではですね、今ね店内に入りました。ものの5分行きかな、10分ぐらいでも入れて、もうねオーダーできそうなんで、あんまり列が長いからといって諦めなくても良さそうですね。はい、ということでもうね注文して、かなりね店内混雑してますんで公園でいただきたいと思います。
いやちょっとねこれは嫌ですね。ということで注文して外で食べたいと思います。でね、作ってる最中にこの試食をねいただけますんで、ぜひ食べてください。私も手を消毒していただけます。めちゃくちゃうまい。でマスタードがいるかどうか聞かれますんで答えましょう。 Thank you。それではね、オーダー完了です。この紙を持ってね、レジに行きます。これにね、オーダーを書いてもらいますので。で、ちょっと私はね、お手洗いだけして出たいと思います。ということで、買ってきました。いや、本当にね、めちゃくちゃ並んでたんですけど、多分50人ぐらいは並んでたと思うんですけど、全然余裕でしたね。10分ぐらいで購入できました。本当にね、諦めないで、あれした方がいいですね。ということで、いただきましょう。でね、ちょっと、あったかいものがね食いたくて、昨日からずっとチキンヌードルスープっていうのもねちょっと一緒に頼みました。まあ、これが美味しいかどうかはちょっとわからないですね。カツで有名なのはビーフパストラミサンドなんで、先パストラミお見せしましょうかね。はい、久しぶりに出来たてをお見せできるんで非常に嬉しいです。はい、はい、こんな感じになってます。いや出来たてですね。どうでしょうか、どうでしょうか。で今回ですね、ビーフパストラミ自体は17ドルとかね、これ2000円ぐらいなんですよ。まあ高いですけどね。まあでもこの量なの、この量出すりゃ多分ね2食分いける人もいるんじゃないかなと思います。であとこれと一緒にね、まあ後でお見せしますけどピクルスがねついてきます。これはちょっと後でお見せしますね。ということであとコカ・コーラを頼んで全部でね40ドルということで、まあ4000円ぐらいですかね。まあまあしますねまあまあまあ、ここはニューヨークなんでね、このサイズなんで。ひとまずじゃあパストラミいただきます。いやこれ絶対ね上手に食えないやつなんでかぶりつきます。うん、間違いなくこれですね。これです。本当にめちゃくちゃうまいです。まあお酒飲む方とかね、ビールとかも売ってますんで、まあ、もしよければ一緒に飲んだら最高なんじゃないかなと思います。パストラミはねこんな感じです。ちょっとね公園で食べたかったんですけど、公園がねちょっと見当たらなくて、ここね道路と道路の間のベンチで食べてるんですよねここでいいかなと思ったんですけど、さっきね並んでる時にここで食べてる方結構いらっしゃったんで、今はねいないんですけど、まあいいでしょうと思うんですけど、クラクションの音がすごいですね、マジで。いやどうなんだろう、まあ、とりあえずあったかいものがいただければと思いまして。あ、予想以上にこれ美味しいですねあ、うまい。あ、これめちゃくちゃうまいで、ね、あ、これ頼んで大正解です。日本のカップヌードルの スープに似てるかもしれないですね。これが8ドルぐらいでしたかね。うん、入ってるのはチキンと人参と、あとこれセロリが入ってるのかな、うん、だと思いますね。あとね麺がね日本でいうそうめんみたいな感じですかね。うん、これめちゃくちゃうまいです。いやこれは大満足。あとあれですね、ピクルスをお見せしましょう。まあ、これね多分口直しみたいなね感じで、まあ、結構脂っこいんでパストラミ、こんな感じでねもうどでかくピクルスいただきます。うん、これ本当にめっちゃ口直しになるんで酸っぱい。でもねめちゃくちゃうまいです。昔来た時ね現金しかダメだったんですけど、カード聞かれたんで、もしかしたらカードもいけるようになったのかもしれないですね。ここはちょっとなんかカードでもデビットカードはいいみたいなね、そんな店もたまにあるんで多分ね大丈夫だと思います。ということであとはねゆっくりいただきたいと思います。いやめちゃくちゃうまい。カツのお店ここなんですけど、やばくないですかこの並び。私が並んだ時より並んでますね。いやこれはすごい、こんなに並んでるカツ見たのはね正直初めてですね。それではですね、カツを食べ終わって今からねリトルアイランドっていう、まあ、そこはね新しくできた公園みたいなところなんですけども、ニューヨークのねマンハッタンの西側の下の方にね
できて、これもねまだできて間もないんですよね。ですので、まあ、何があるってわけじゃないんですけども、小島みたいな感じで公園広がっておりますので、まあ、そこをね軽く見てからね、今日のところはホテル戻ろうかなと思います。ということで、近くの地下鉄からですね、またマンハッタンのね反対側にね行きたいと思います。今ちょうどね右下ら辺にいるんですよね。いや本当にね、日差しが当たってる間ね本当にいいですね。めっちゃあったかいです。これ日陰になると本当に寒いんですよね。でかつなんですけど、まあ、本来ねニューヨークのレストランはあのワクチン接種証明書がないと中で食えないんですけど、多分もう義務化されてると思うんですけど、かつ緩かったですね。まあ、私は持ち帰りにしたんでね、いらないわけなんですけども、チェックしてなかったですね。まあ、チェックすると手間なのか何なのか分からないですけど、残念ながらチェックしてなかったですね。ということで、いやめっちゃ腹いっぱいになりましたわ。そして思った以上にチキンヌードルスープが美味しかったですね。ということで地下鉄の駅見つけました。これでね、マンハッタンの反対側の方までちょっと行きたいと思います。そろそろあれですね、乗り放題チケットを買った方が安かった説がありますね。でももう数日なんでタッチで行きます。それではね、地下鉄に乗ってマンハッタンの左側に行きたいと思います。それではですね、L 番線に乗って、ここは14丁目って駅の出たところですね。今ね、リトルアイランドの方に歩いてね、向かっております。やはり向こうに目指してる人が多いっていうことは、やはりリトルアイランドね、まあ、最近できたばっかりですんでね、見に行かれる方多いんじゃないかなと思います。全然人いなかったりしてねまあ可能性はゼロではないと思いますけど、すごいですね、出店とかも結構出てるな。もしかしたら イベント、あ、教会でなんかイベントもやってますね。あ、すごい。イベントやってますね。教会のイベントっぽいですね。ちょっと何の教会か全然分かんなかったですけど、かなりの人集まってました。でもその先にやっぱり皆さん向かってるんで、あ、チェルシーマーケットかな。多分こっちの方ですよね、チェルシーマーケットって。あ、多分そうですね多分そんな気がする。ちょうどね、通りの見えるかな、通りのね、あっち側にある建物がチェルシーマーケットですね。まあ、帰りに1周ぐらいしますか、せっかくなんで。ロブスター丸々食べれたりとか、ロブスターロールが食べれたりとか、あと牡蠣とかも食べれますね。ちょっと私はエビ食べれないんで、ニューヨーク初めて来た時にね、まだそんなにね症状がはっきり出てなかったんで、エビアレルギーの、ちょっと食べたんですよ、新婚旅行かな、妻との。はい、息苦しくなってね、やばかったです、その時に確信しましたね、私はエビアレルギーなんだっていうのね。カニ食べてもならないんですけど、エビ食べるとなるんですよね。まあなんかあるんでしょうね。ということでやってきました、リトルアイランド。ちょっと前まではね、なんか予約が必要みたいなこともあったらしいんですけど、今はねいらないそうです。では行きましょう。こんな感じになっております。いや、すごいですね、本当に海に浮かぶ小島のような、すごい面白いですねこれは。まあこういったね、まあ、一つ一つの、まあ、土台に乗ったね、まあ、それが集まって公園になってるっていう感じですね。いや面白い、来れてよかった。ということでちょっと中入っていきたいと思います。これがねリトルアイランドの看板ですね、非常におしゃれ。はい、ということで行きましょう。入り口はねこんな感じになっております。いや面白いもの、本当にニューヨークは作りますよね。これいくらかけて作ってるんだっけな、できた頃にね調べたんですけど、とんでもない金額でしたよ。まあそりゃそうですよね、海に立ってるわけですからね。まあでもニューヨークのね観光スポットの一つになるでしょうね、これは面白すぎる
めっちゃすごくないですか、この感じ。めっちゃすごいですよね。では公園一周して出ましょうかね。まあ、公園はね、公園ですんでなんかね、コンサートのステージみたいな場所もね、あるみたいですよ。まあ、一応なんか、あ、回れるみたいですね。回っていきましょうか。まあ、私が非常にお願いしたいのは、まあ、お手洗いがあると嬉しいですね。あ、こんな感じで回れるんだ。あ、ここはコンサートホールみたいな位置づけなんですかね。じゃあここを通っていきましょうか。下降りたところで何かあんのかな。いや、何もなさそうだ。でもこれね、日当たりがめっちゃいいんで、風が強くなかったらめっちゃ気、あ、下は降りちゃいけないようになってるんですね。じゃあ本当にここ何かあんのかな、今日見えますかね。結構な人集まってるんですよね。わからない何だろう、何かあんのかもしれないですね。はい、皆さんね、座って、まあ、ゆっくりしてるだけかもしれないですけどね。でもゆっくりするにはちょっと人が多い気がしますけど、どうなんでしょうか。いやすごい人だ。あら、ちっちゃい子がいてかわいいね。ここはちょうどこの出来上がってる部分がね、見えるようになってるんですね。はい、上から見渡すとね、こんな感じになってます。やはりね、ニューヨークの新しい観光スポットということで、かなりの人が来ておりますね。ここ風強かったらめちゃくちゃ寒いと思うんですけど、風吹かないで天候がいい、天気がいいと本当にめちゃくちゃ暑いですね。しかも遮るものも何もないんで、めっちゃ暑いです。あー、気持ちいい。ちょうどここがニュージャージーが見渡せるんですね。いいですね。ちょっと見えてるかどうかわかんないですけど、今ね、ちょうど真正面に W が見えてるかな、うんっていうところなんですけど、肉眼だと見えるんですけど、あそこにね、 W ウィーホーケンっていう W マリオット系のね、 W ホテルがあります。で、昨日こっから昨日行ったところは見えないのかな。うん、微妙ですね。はい、多分昨日行ったところは多分こっから見えない場所だと思いますね。もうちょっと下かな、行くとあれがあると思います、ヒルトンとかね、ウェスティンとか、ニュージャージーシティポートっていう感じで、ヒルトンの方はリンカンハーバーっていうね、ヒルトンホテルがあります。私がまだ YouTube やり始めたぐらいの時ですかね、リンカンハーバーのね、ヒルトン泊まったところは。まあ多分動画で何回も行ってると思いますけど、まだ SP ジャーメックス発行したてで、一泊安かったんですよ。やっぱりちょっと時期忘れちゃいましたけど、200ドルぐらいだったかな。で泊まって、でしかもね、5泊っていう連泊なのに、あのバスタブをリクエストしたらですね、最初バスタブをない部屋に案内されて、あのバスタブリクエストしたんですけどって言ったらですね、なんとジュニアスイートだったんですよね。アップグレードしてくれてすごいですよね。超びっくりしました。でしかもね、マンハッタンシティビューっていうね、マンハッタンが一望できるジュニアスイートだったんですよ。いや、めちゃくちゃ綺麗でしたね。本当にね、夜とか本当にやばかったですね。いくらでも眺めてられるぐらい綺麗でしたね。その時の映像ね、今ちょっと出しておきますね。多分あると思いますね。では、まあ、簡単に一周できましたんで、この出来上がってるところのね、下をくぐって出たいと思います。やっぱり皆さんインスタやってるのかな。ポーズ撮って写真撮ってる人がすごいたくさんいますね。それではこのリトルアイダンのね、できてる島のこの下側をね、通って帰りたいと思います。映ってます？ああ、いいですね、映ってますね。こんな感じで、こういうのが積み重なってできてるっていう感じですね。いや、面白い
ってことは入り口が2つあるんですね。ここは多分メインの入り口ですかね。はい、ここから行くとちょうど見れますもんね。私は横の入り口から入ったっぽいですね。はい、ということでここね、ちょうど34丁目とか5丁目とか3丁目とかなんで、このままですね、北の方に登って、エッジのとりあえずデータ回収ね、行きたいと思います。ちょっとエッジに登るのはまた今日日曜なんでね、今日ちょっと登るのはね、かなり時間食われるかなと思いますんで、今日のところはね、ハドソンヤードでデータをもらって帰りたいと思います。いや、こうやって考えると本当にこんだけ自転車ロードがね、しっかり整備されてると自転車で乗って帰りたいですね昨日とか本当にフェリーの、ね、出口からホテルのそばまで自転車で帰りましたけど、多分こんな感じ、これ多分つながってると思うんですけど、すごい整備されてね、走りやすくてめっちゃ良かったです。ということでエッジの方ね、寄ってホテルの方ね、戻りたいと思います。それはですね、チェルシーマーケット行きましょうとか言いながらホテル帰りますって言っちゃったんですけど、すいません、もう本当にね、すっかり忘れてましたね。はい、ということでチェルシーマーケットね、通ってみて、あっと思ってね、また撮り始めました。とりあえずね、まあ一通り通って出たいと思います。あ、でもチェルシーマーケットは本当に健在ですね。うん、ここから見る限りだと特に潰れてるお店とかはなさそうですが、サラベスもありますね。あ、やってますやってます。あ、ちょっとグランドセントラルの、ね、テナントとか結構なくなってたんで心配してたんですけど、全然ですね。すごい、めっちゃクリスマスや。まあそりゃそうですよね、ここからクリスマスエリアに入りますよ。ほら、すごいですね、もうクリスマスのイルミネーションがすごいです。で、このね、左側のところで、ここでね、ロブスターとか食べれるんですけど、牡蠣とかね、はい、全然食べれそうですね。はい、やってますやってます。めっちゃにぎわってる感じがしますね。いや、私もう牡蠣とか大好きなんですけど、ちょっと当たるのはでも怖いんですよね。まあニューヨークで当たったことはないんですけど、そして牡蠣を食べると絶対お酒を飲んでしまう気がついたらビールとか飲み始めちゃいそうなんで、やめておきましょう。あ、すごい、めっちゃにぎわってていいですね。まあ、ここはね、食べ物屋さんとお土産屋さんと ロスタコスナンバーワンもありますし、まあ、結構ね、観光スポットとしてもいいと思いますし、ぜひ来てみてください。で、ここね、ファットフィッチベーカリー、まあ、これはもともとね、ここしかなかったんですけど、まあ、ここしかというか日本にはなかったんですけど、今京都かなんかにね、ブラウニーのお店で有名なんですけど、できたんですよね。それまではね、ニューヨークの結構メイン的なね、お土産になってましたね。はい、ということで出口から出てハイラインを歩いてエッジ経由でね、帰りましょうかね。本当にね、ニューヨークに来てすごい思ったのは、日本って本当にどこにでも消毒液あるじゃないですか。僕本当に全然見ないですよ、ニューヨークで。今チェルシーマーケットで久しぶりに見ましたね。あと今朝の朝食会場、それでぐらいですかね。本当にセルフ予防って感じですね。ということでハイラインを通って帰りましょうか、せっかくなんで。ここから10、ここ14丁目なんでちょっとあります。ハドソンヤードが34丁目5丁目とかなんで、多分15分ぐらいかな、もうちょい歩くかな。ハイラインもね、入り口がね、ちょこちょこあって、ここかみたいな。入り口をね、
簡単に見つけれればいいんですけど、入り口にないなみたいな感じで冷め寄っちゃったこともあるんでね。ああ寒くなってきましたね。もう何時だろう、もう3時ぐらいになりました。まだそんなじゃない、2時半ぐらいですね。これからどん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 寒くなってきますかね。今日夕飯どうしようかなとか思ってたんですけど、パストラミがね半分残ってるんで、今日の夕飯パストラミ食べますかね、せっかくなんで。あ、ここそのままハイライン入れるかな。あ、入れそうですね。よし、じゃあここから入ろう。こんな感じでハイラインと、この沿いにね結構いろんなところに入り口が併設されている感じですね。でエレベーターもねあったりしますんで、体が不自由な方もね来れるようになってます。多分全体的にバリアフリーになってると思うんですけど、でお手洗いとかもねあるんですよ、ちょこちょこ。まあこの状況で閉まってなければいいんですが、まあ、この前も説明した通りですね、ここはもともと列車が走っていて、それを改修工事して公園にしたっていう感じですね。ハイラインといえばここですかね。でこの休憩スポットと、この見えますかね、奥から映ってる何丁目か分かんないですけど、この通りですね。はい、あんな感じで皆さん記念撮影とかねされてますね。こんな感じでこういった景色がねこの下からね楽しめる感じで、ちょっと私は上の、ね、端っこから撮ってますけど、ぜひね来た際には訪れてみてください。結構ね眺めが良くて気持ちいいですね。いや、昔の線路を改修工事して公園にするっていう発想がすごいですよね。ここね端っことか普通にお家なんですよ。まさかのねリビングの窓を開けているっていうね丸見えになってますけど、あれなのかな、まあでもここのアパートというか、ここのマンションとか多分やばそうですもんね。客室じゃない、部屋からハイラインが見えて、このおしゃれな作りね、すごいですよね。ちょっと凹凸のある、なんて言うんでしょうか、なんて言えばいいか分かんないですけど、すごいですね。まあでもここに住んでるっていう時点でもうすごいですよね。間違いなく億以上するでしょうしね。いやすごいなちょっとでも私が住んだらさすがにレースのカーテンぐらいは引くと思うんだけどな。全開でしたね。いや逆にこんなところに住んだらどうやるかもしれないですね。俺ん家はここだよぐらいの。いやでもすごいな。確かこのハイラインね直結しているホテルも確かあるんですよね。もうちょっと下だったのかな、ここからはちょっと見えないですけども、なハイラインがあってその上にねそのままホテルがあるところも確かあるんですよね。葉っぱがねまだ色づいてて結構綺麗ですね、こうやって歩いてると。うん、ちょこちょこまだ色づいてますね。ということでちょっとね飛んじゃってて見えてるかどうかわかんないですけど、エッジがねあそこに見えてるんですよね、この前登ったところですね、階段で。ということであそこに行ってビデオをね回収して帰りたいと思います。ということで客室にね帰ってまいりました。ちょっとね帰ってきてシャワーを浴びてですね、パジャマに着替えたらですね、気がついたら寝てましたすいません。ということで今日はねタイムズスクエア夜行こうと思ってたんですけど、ちょっと仮眠を取ってしまったんで、今日はねこれから編集作業してタイムズスクエアね明日行きたいと思います。ラストね明日1日残ってますので、それでね調整していきたいと思います。で今日の夕飯はですね、お見せするほどでもないので、まあ紹介しないですけども、パストラミね結局残っておりますので、これをいただいてですね今日のところは休みたいなと思います。で今ね氷をね持ってきてもらって、アイスマシンがねこのホテルにはないんですよね。氷を頼むとねこの氷、でっかい氷がね客室に来るっていった形になります。今コーラねいただいてます。でこのホテルはですね、このホテルはっていうかこの客室だと思うんですけど、冷蔵庫入った時にね電気がついてなくて、スイッチが抜けてるだけだと思ってスイッチ入れといてくださいってお願いしたんですよ、朝出る時に。そしたら
多分壊れてるんですかね。ミニ冷蔵庫はね部屋にセットされておりました。いやこれお金取られないですよね。ちょっとこれはね心配なんですよね。まあ、ちなみに電源が入らない冷蔵庫はこれなんですけど、前の客室はねこれ明かりがついててなんかブルーに光ってたんですよね。で光ってなかったんで、まあ、電源切れてるだけかなと思ったらですね、まあ、そういうことみたいで多分壊れてんだと思うんですよね。まあ、ちょっとね部屋入ったら冷蔵庫ドカンとあってねかなりびっくりしました。ということでニューヨークのねスイートルーム、今回結局スイートルームに泊まったのは初ですかね。はい、まあいろいろねスイートナイトアワードねリクエストさせていただいて、まあ、今回の旅ねできるだけスイートナイトアワードを消化しようと思ってね利用させていただいたんですけど、結局利用できたのはこことセントレディス2泊だけですかね。それ以外はね通ると思ってたんですけど通らなかったですね、残念ながら。まあ、ルメディアンはもともとスイートナイトアワードなくて、でセントレディスは2泊ね、グランドデラックスルームっていうのにアップグレードしてもらって、あスイートナイトアワードでね、そこからグランドラックスっていうのはこれはプラチナステータスのね特典だと思うんですけどアップグレードしてもらって、でアルゴンキンはあそこもねスイートナイトアワードあるんですけどあそこも入れなくてで今回このチャトワルですね、まあ、今回このホテルに関しては一泊は通常、一泊はスイートナイトアワード通ったみたいな感じで、まあ、片方ね利用することができたっていう感じですね。まあちょっとこのスイートナイトアワードねやっぱり渋いですね。利用できればね超いいんですけど、もう本当利用できるかできないかで結構雲泥の差なんですよね。でまた今回ねホリデーシーズンのニューヨークなんで、なかなかねこのプラチナステータスだけのアップグレードってなかなか受けられなくて、はい、まあ、それはちょっとね厳しいところだなっていうふうに思った今回の旅ですね。まあ、ですんでね、まあ、今回このチャトワルスイートルームねやっと利用させていただいてありがたい限りですね。はい、やっぱり広いっていうのはねそれだけでテンションが上がりますよね。ということで今日のところは食事をして編集作業ねしたいと思います。ということでまた明日です。